質問で人生を変える力、樋口博一氏の頭のいい人は質問で差をつけるを紐解く。私たちの日常やビジネスシーンで直面する様々な状況、それらをスムーズにかつ効果的に進める秘訣があるとしたら、皆さんは信じますか？実は質問こそがそんな力を秘めています。今回ご紹介するのは樋口博一氏の著作、頭のいい人は質問で差をつける。樋口氏はこれまでにもコミュニケーションや表現力に関する多くのベストセラーを世に送り出してきました。この本では仕事や日常のコミュニケーションを自分の望む方向に導くための質問の技術に焦点を当てています。良い質問がもたらす影響は計り知れず、有益な情報の獲得、円滑な交渉の進行、チームワークの向上など、私たちの目指す成果へと確実に近づけてくれるのです。この動画では質問がいかにして私たちのコミュニケーションや仕事の質を変えるか、そしてそれをどう実践に移すか、樋口氏の指南に沿って解き明かしていきます。樋口博一氏、質問の達人から学ぶ質問の力を深く掘り下げた、頭のいい人は質問で差をつけるの著者樋口博一氏は1951年大分県に生まれました。早稲田大学第一文学部を卒業後、立教大学大学院で博士課程を満期退学し、仏文学やアフリカ文学の翻訳家としてのキャリアをスタートさせました。その後、小学生から社会人まで幅広い層に対する小論文指導に情熱を傾け、独自の指導法を確立。これらの経験を生かし、通信添削による専門塾白藍塾を設立し、塾長を務めています。また、多摩大学名誉教授、MJ 日本語教育学院の学院長としても活躍されています。樋口氏の著書は、頭がいい人、悪い人の話し方や小論文、これだけ、など、コミュニケーションや表現技術に関するものが多く、数多くの読者に影響を与えてきました。このように多彩な経歴を持つ樋口氏から学ぶ質問の技術は、私たちが日々のコミュニケーションで直面する課題を解決するための鍵となり得るのです。質問の力、日常とビジネスを変革する。日々の生活やビジネスシーンで成功を収めるためには、コミュニケーションが鍵となります。その中核を担うのが質問の力です。樋口博一氏の著作、頭のいい人は質問で差をつけるは、質問がいかに多岐にわたるシチュエーションで私たちの強力な味方になり得るかを示しています。質問を通じて得られる情報の精度を高める方法、交渉を有利に進める術、そして最も重要なのは人々を動かしチームの成果を最大化する力です。これらはすべて適切な質問をする技術によって達成されます。質問は単に情報を得るためだけではなく、相手との信頼関係を築き、ピンチをチャンスに変え、そして目の前の人を正しい方向へと導くための道具となります。樋口氏は質問をする際に意識すべき質問の 3WHAT 定義現象結果を提案し、これらを活用することでどんな状況でも深い理解と有意義なアウトプットを引き出すことができると説きます。また質問によって交渉をスムースに進める方法やチームメンバーのモチベーションを高める術も学べます。この動画では樋口氏が教える質問の技術を具体的な例とともに解説し、質問がいかに私たちの日常やビジネスシーンを変革するかをご紹介します。質問一つで人生が変わるかもしれません。質問の 3WHAT 定義、現象、結果を深掘りする。コミュニケーションを深め、情報の精度を高めたいとき、質問の技術が非常に重要になります。樋口博一氏の提唱する質問の 3WHAT は、私たちが日常やビジネスシーンで直面する様々な状況に対処するための強力なツールです。定義、現象、結果という3つのキーワードを軸に質問を構築することで、相手との会話に深みを加え、より有益な情報を引き出すことができるのです。例えばプロジェクトが停滞しているとき、定義を問うことで問題の本質を明確にすることができます。これは具体的にどういう意味ですかと問うことで、話の根底にある意味合いを探ります。現象を問うことによって、問題がどのように現れているのか、その具体的な状況を把握することができます。現在どのようなことが起こっていますかという問いは、現状の課題や問題点を明らかにします。最後に結果を問うことで、将来に対する予測や解決策がもたらす影響を考察します。これを解決するとどんな良い結果が期待できますかと問うことで、
行動の方向性を定めるのに役立ちます。質問の 3WHAT はただ情報を得るだけでなく相手の考えを引き出し共有するための架け橋となります。この技術を駆使することで私たちはより効果的なコミュニケーションを実現し目的に合った情報を得ることができるようになります。聞くべきことを見逃さない効果的な質問の 3WHH 誰しもが経験する曖昧な会話、そこで重要になるのが 3WHH の質問法です。樋口博一氏は質問を通じて相手とのコミュニケーションを明確にし必要な情報を逃さずに得る方法を提唱しています。 WHY なぜ WHERE どこで WHENITSHOW どのようにを意識することで話し合いをより具体的で目的に沿ったものにすることができるのです。例えば仕事内容の見える化について話しているとき、その具体的な意味や実行方法が曖昧だと感じたら WHY なぜ見える化が重要なのか、WHERE どの部署で見える化を進めているのか、 WHEN いつから見える化を始めたのか、 HOW どのようにして仕事内容を見える化しているのかといった質問を投げかけることで相手の考えやプロジェクトの詳細を深く理解することができます。この 3WHH の質問法は仕事だけでなく日常生活の中でも役立ちます。例えば子供が学校での出来事を話している時にもこの質問法を使って話の背景や詳細を引き出すことができます。 3WHH を使うことで相手の話の中に隠された意味を見つけ出しより深い理解を得ることが可能になります。質問することでコミュニケーションはより豊かで有意義なものに変わります。相手を開かせる鍵、自慢させる質問法、ビジネスの場でも私生活でも人と深いつながりを築くには相手に自分のことを話してもらうことが欠かせません。樋口博一氏の頭のいい人は質問で差をつけるには相手が自ら進んで情報を共有したくなるような質問法が紹介されています。特に効果的なのが相手にたっぷり自慢させる質問です。これは相手の内面にある話したい欲求を刺激し対話を活性化させるテクニックです。例えば仕事のプロジェクトで大きな成果を上げた同僚がいるとします。一体何がその成功のきっかけだったのですかという質問は相手にその過程での努力や工夫を語らせる絶好の機会を提供します。この質問はただ単に情報を得るためだけでなく相手の自尊心を高めさらにあなたへの信頼感を築く効果もあります。このようにして相手に自慢させることで関係性の深まりとともに相手の価値観や動機、さらには未来に対する展望まで見えてきます。人は誰しも自分の話を聞いてもらいたいという欲求を持っています。その欲求に応えることであなたは相手とのコミュニケーションをより深いものにすることができるのです。樋口氏の提案する質問法を実践することで人とのつながりをより豊かなものにし相互理解を深めることができます。判断材料を集める相手の隠された情報を引き出す質問法。コミュニケーションの中で相手が意図的に隠している情報や話しにくいデメリットを引き出すことは非常に重要です。樋口博一氏の頭のいい人は質問で差をつけるでは相手から全ての情報を引き出すための賢い質問法が紹介されています。特に判断材料を集める質問はビジネス交渉や日常生活での意思決定をする際に役立ちます。相手が話しにくいと感じるデメリットや懸念事項も適切な質問を通じて表面化させることが可能です。このプランにはどんなデメリットがありますか、やこの商品の限界点は何ですかと直接的に尋ねることで普段は話されないような重要な情報を得ることができます。このアプローチは相手に対してオープンな姿勢を示すと同時に情報の隠蔽を防ぐ効果もあります。またこの質問法は相手の本音を引き出しより真実に近い情報を集めることができるため最終的な判断や選択をする際の質を高めることにつながります。質問を通じて相手の言う良い点だけでなく悪い点も理解することでよりバランスの取れた視点を持つことができるようになります。樋口氏の教える質問法を実践することで情報の質を高めより良い決定を下す手助けをすることができます。交渉を有利に進める相手の主張を明確にする質問法。交渉の場面では相手の意図や主張を正確に把握することが成功への鍵となります。樋口博一氏の頭のいい人は質問で差をつけるでは
相手の隠れた意図を明らかにし、交渉を有利に進めるための質問法が紹介されています。特に効果的なのが、相手の主張をあぶり出す質問です。この技術を用いることで、相手の本音や真の目的を探り、交渉において重要な情報を引き出すことが可能になります。例えば、相手が提案に対して消極的な態度をとっている場合、担当を変えることに反対なさっているのですか、やこの提案に懸念はありますか、といった質問は、相手に自分の立場や考えを明確に述べさせることができます。このように直接的な質問を行うことで、相手は自分の意見や反対理由をオープンにすることを促され、交渉を進める上での具体的な課題が明確になります。また、相手の主張を明確にすることで、それに対する反論や提案を具体的に検討することができ、より建設的な交渉が可能になります。樋口氏の指南する質問法を活用することで、交渉の場でのコミュニケーションを深め、有利な結果を導き出すための戦略を立てることができるようになります。チームの士気を高める度を築ける質問法。チームの成果を最大化するためには、メンバー一人一人の士気を高め、動機づけることが不可欠です。樋口博一氏の頭のいい人は質問で差をつけるでは、チームメンバーのモチベーションを向上させるための質問法が紹介されています。特に、情緒的な共感を示す質問は、メンバーが直面している課題や不安を理解し、それに対する支援を表明する上で有効です。例えば、プロジェクトの進行が遅れているメンバーがいた場合、確かにそのアイデアは素晴らしいですね。では、具体的にいつまでにそれを完成させることができそうですか？という形で質問をすることで、肯定的なフィードバックを与えつつ、具体的なアクションプランについて考えさせることができます。このような質問は、メンバーに対して前向きな評価をしながらも、次のステップについて考えるきっかけを与えます。また、この質問法によって、メンバーは自分の貢献が認められていると感じ、プロジェクトへのコミットメントを新たにすることができます。樋口氏の提案する質問法を活用することで、リーダーはチームメンバーの士気を効果的に高めることができるのです。この技術を駆使することで、チーム全体の生産性と満足度を向上させ、共通の目標達成に向けてメンバーを一致団結させることが可能になります。最後に、頭のいい人は質問で差をつけるから学ぶ質問の力。質問は単なる会話の技術を超え、私たちの日常生活やビジネスシーンでの成功に不可欠なツールです。樋口博一氏の頭のいい人は質問で差をつけるは、質問がどのようにしてこの力を発揮するのか、そして私たち自身がどう活用することができるのかを示しています。この本を読めば、質問によって情報の精度を高め、人との距離を縮め、思い通りの結果を引き出す方法が見えてきます。樋口氏は、質問のメリットとして、精度の高い情報の獲得、一歩踏み込んだコミュニケーションの実現、会話のテーマをさりげなく誘導する技術、そして沈黙の時間さえも有意義に変える能力を挙げています。これらはすべて、日々の生活や仕事で直面する様々なシチュエーションにおいて、私たちがより良い結果を出すために役立つものです。頭のいい人は質問で差をつけるでは、実際に使える質問のフレーズが豊富に紹介されており、口下手な人でもすぐに実践できるようになっています。また、相手に自慢させる質問、判断材料を集める質問、交渉を有利に進める質問など、シーンごとに適した質問法が細かく解説されているため、具体的な状況に応じて最適な質問を選ぶことができます。この本を手に取ることで、質問の力を自分のものにし、日常生活やビジネスシーンでのコミュニケーションを一段と豊かなものにすることができるでしょう。ぜひ一読をお勧めします。